れてしまった。遅刻遅刻、ごめんなさい。こんばんは。あれ？おいしょ。ケロケロケロ、皆さんケロケロ、こんばんは。こんばんは。そう、なんかさ、背景が、皆さんありがとう。ロールさんありがとうございます。キヨ兄さんも、ビルマさん、なんかギフトが変わってる。ゲータさん、カムカムさん、なんか、すごいごめんなさい。はじめさん、さやりんさん、ひでのひでさん、ひろとさん、ふうくん、ひなたさん、パイのみさん、ひでけんがーさん、ひろとさん、たんたんたぬきさん、サプライズレバーさん、りゅうへいさん、かずださん、皆さんありがとう。カムカムさん、トールさん、ワイリングルさん、ケースティンさん、皆さんありがとうございます。すごいね。なんだろう、たい焼き、たい焼き、たい焼きがパカってなる。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。なんかさ、背景が誕生日仕様になっててなってる、すごいって なってました。さっき今日はたい焼きの日なの？たい焼きの日？そう、誕生日、そう、あと3日なんだ。なんかそんな気がしてなかった。あと3日なんですね。たい焼き、タムちゃんだ。あ、イベント、あ、イベントか。なんか見ました、イベント。それか、なるほど。たい焼きは皆さんどこから食べる派ですか？お誕生日って、そう、誕生日はあと3日後です。20歳になるんですね。そう、ラストティーンズ、もう、今日なんか髪の毛がレッスンあってボサボサだったから、ちょっとボサボサ隠しでね、ちょっとアレンジをしてみましたアレンジをしてました。そしたらちょっと1分遅れちゃいました、ごめんなさい。20歳になります。お酒止める、止めるお酒飲める年になるね。今日の髪型いいって、ありがとう、ありがとう。クラッチ24号さん、ハーツさん、ありがとう。尻尾から頭から、どっちが多いんだろうね。アンケートする、アンケートしたいかも。たい焼きを頭から食べるのか、尻尾から食べるのか。あ、ブログ更新日でしたね、今日。忘れてた、ブログの更新日だったので、ぜひぜひご覧くださいませ。あんこ食べれないので食べません、あんこ。でもあんこ美味しくないですか？甘すぎるとかかな、甘すぎるから苦手なのかな。さやかりんは絶対頭から食べる派って、当たり、なんでわかったの？頭から食べます、頭から食べる派。頭から、お腹から、お腹から食べるのちょっと珍しいですねなんかさ、頭から食べないとかわいそうじゃないですか？で、なんか前も話したことある気がする。頭から食べないとさ、あって、尻尾からだったら、ほら、じわじわ痛みを味わわせちゃうことになるじゃないですか、たい焼きにそう、なのでね、一思いに頭から食べます。私は喉からって、あら、あら、なんかなんかでも賢い、喉が多分一番、確かに人思いにはいいかもしれない。ちょっとお久しぶりな気がします。お久しぶりです。皆さんお元気でしたあれかな、ダースーさんもありがとうございます。ヨシトさんも、たい焼き、なんだっけ、オンラインサイン会
サイン会ぶりですね。あ、じゃあアンケートしますね。たい焼きを頭から食べる派が1で、尻尾から食べる派が2で、それ以外が3です。アンケート投票ドゥン。頭から食べる派が1で、尻尾から食べる派が2で、それ以外が3です。食べられない方も3でお願いします。頭はそう1ですね。そう、私ちょっと夜行性に戻ったりいろいろしてたんですけど、今日はね、普通に朝、昨日の夜は早くでもないな、2時半ぐらいに寝て、今日は8時半ぐらいに起きたので、だいぶ戻ったかも。そろそろじゃあ終わろうかしら。3、2、1、終了。おお、頭からがやっぱ多いんだ。あ、頭からが多いんですね。その他が割といっぱいいる。え、その他が割と多い。え、その他の方はどっから食べるんだろう。お腹から、お腹からかなね。圧倒的1だった。皆さん頭からなんですね。やっぱ頭からか。普通にね、たい焼き買ったら、あれ、たい焼き買ったらどっちから、どう向きに入れられてますっけ。そもそもたい焼きってあんま売ってないよね。たい焼き屋さんとかってどう向きに入れられてるんだろう。でも普通に尻尾が下かな。頭が出、確かに頭が出てるイメージ。なんか今ホワワンって浮かんだ。確かに。じゃあやっぱ頭からなのか。ちょっと配信してる iPad の充電が残りわずかなので、コンセント充電をさします。ほい。フォアワン。コシアン派、つぶあん派って、え、コシアン派です。断固としてコシアン派し、黒か白だったら白、白あんのこしあん白いこしあんが好き。つぶあん派。あ、銀だこのクロワッサンたい焼き美味しそうだなって思っていつも見てたけど、一回も食べたことないかも。食べたことあるっけ。美味しそうでした。お、つぶあん派。まっちゃん、まっちゃんか。あ、チョコあんも好き。地震なの？大丈夫かな？大丈夫ですか皆さん。どこでだろう。大丈夫かな。広島？あ、広島なの？え、何も感じなかった。わかんない。私感じない。嘘。感じなかった。大丈夫ですか皆さん。岡山なんともない。セイカリンの家、家浮いてるのって。浮いてるのかもしれない。心が揺れてるから大丈夫。なんか電波が悪くて
ウィフィの調子が悪くてちょっと何の情報も私には出てこないんですけど、そもそもネットがちょっとつながってないんですけど大丈夫かな配信見てる方は大丈夫？ウィフィー呼び懐かしいって、ウィフィーと呼ばせていただいております。愛情を込めて。タカさん、名古屋のひーくん、ありがとうございます。テロップどうしようかな、皆さんギフトありがとう。誕生日仕様だ、なんかワクワクする。あ、すごい、横とかもちゃんとあるんですね。ハッピーバースデーって書いてる。テロップにはまだ早くないって、そんなテロップをね出したら終わろうというね決まりを作ってるわけではないんですけど、松さん、タカさん、ありがとうございます。ケーゼティンさんもありがとう。そう、前髪伸びた、ちょっと今日くるんってしすぎちゃいました。くるんってしすぎたというか、前髪が伸びたためにくるんとなりすぎた。切らなきゃ、なんか最近髪を切りたい願望が強くて今日も私毎日のようにマネージャーさんに、髪切っていいですか、髪切る許可をくださいっていつも言ってる。今日もね聞きました LINE で髪を切ったらなんて送ったかな、髪の毛を切ったら前向きに人生を歩める気がしますとかってヒロトさん、ニャンカーさん、 F 渋谷さん、ケーキかな、ケーキのギフトかな、ありがとうございます。うん、千畑さん、名もなきパン屋さん、皆さんたい焼きありがとう。あれですよね、確か果物フルーツ大福みたいなののイベントだよね。ありがとうございます。王子さんもありがとう。そう、前髪のちょっと巻きすぎてあれってなってたね。しかも固めちゃったから毛が取れないんですよね。どうしたらいいんだろう。しかも巻く方向いつも大体こう、ちょっとこうしたいんですけど、今日間違えて逆側にしちゃったから。テカドンさんもありがとうございます。しつこいって言われてるそう、ちょっと許可がね出ないんですよどのくらい髪切るのって、え、これぐらいこれぐらいに切りたい。一番初期らへんぐらいかな。でもちょっと髪切ったらダンスが上手くなる気がしますって言おうってじゃあ次はそう言おうかな。髪切ったら多分軽くなってダンスも踊れるようになりますうん。 F 渋谷さんいっぱい、なんだろう、あれですよね、これも和菓子だよね、桜のなんかあの白い甘い砂糖の塊みたいな、なんて言うんだろう、名前、あのお盆とかにあるやつだよね。あら、この顔文字さんも星ありがとう。タケさんもケーゲティンさんもありがとうございます。
今日いつもより可愛いって嘘でしょ。ちょっと顔が丸いんですよ顔が丸いんです。ちょっと痩せなきゃって感じです。せーのさんもありがとうございます。ビルマさんもエンちゃんもありがとう。でもどうなんだろう、なんか髪の毛って皆さん的にはどうなんだろう、どれぐらいが好きですか。ミルマさん、 F 渋谷さんありがとうございます。シミサラくらい切るでもすっきりしそう。そうしようかな、じゃあでも一番私短い時は、一番人生で短い時がシミサラサラちゃんぐらいだったかな。もっと短かったかもしれない。あ、ラクガンと言いますって。ラクガン聞いたことある。ラクガンか。あら、ちょっと時差が生まれた。あ、深夜さんもありがとう。あ、皆さんラクガンってありがとう。釣り吉さんもありがとう。一光さんもありがとうございます。ラクガン、橋幸さんありがとう。七並べ、そう、さっきね、ももちゃん、リスセンちゃんと当たった。嬉しかった。多分初めて当たったかな、かわーって七並べ上でも可愛かった、ももちゃん。そうなんですよ、ちょっと数日前に食べたローストビーフ丼がちょっとね、顔に来てる。ちょっと断食をしなきゃいけない。アッキーザラさんもありがとうございます。でも、あ、うちの姉も6月19日誕生日。親近感です。おめでとうございます。もうすぐお姉さん誕生日さ、なんかケーキとか自分用に買うのかなとかちょっと悩んでる二十歳だし買おうかなとかも思うけど、でもいるかなとか、どうしよう。たけさんもありがとうございます。あ、セミロング、ギリツインができるくらい、今ぐらいが一番似合ってそう。ボブしか買った。なんかいっぱいいっぱいいる。夏だしすっきりめ。セミロング派、今セミロングぐらいだよ。今セミロング、私は今は何ですか。セミロングってもうちょっと短めか、これぐらいか。今は何だろう、でも一番長い時よりは切った、冬12月あたり、1月2月あたりが一番長かった。どうなんでしょう。アッキーさんもたい焼き、せーのさんもありがとうございます。ちょっと待って、時差、最近時差なしだったのに、ちょっと今日は時差が生まれてしまった。ケイゼティンさん、ラクガンラクガンいっぱいありがとうございます。あら、ケイゼティンさんいっぱいありがとう。二十歳だしって、あ、買っちゃえって。どうしよう、誕生日、どうしよう。二十歳でもね、何すればいいんだろう何したらいいんだろう。セミロングしか買たん、ボブカリンだったら惚れるって。今ロングなの、私ロングなんですか。ロングにしては、ロングにしてはさ、あ、でもロングにしては短くないですか。あ、ちょっとボサボサがバレる。どうなんだろう、ちょいロングぐらい。あれ、今ロングなの。今
今ぐらいがいい感じ。初期カリンも好きです。なんかあれですね、10人と色ちょっと言い方違うかも、ちょっと意味合いが間違ってるかな。10人と色って感じ。最近カツ丼食べたって、私なんかあの蕎麦屋さんでバイトしてた、カツ丼1ですっていうのを結構やってるから、なんかカツ丼好きと思われがちなんですけど、カツ丼私そんな好きじゃないんですよ。なんかまかないとかでカツ丼が余ったから食えって言われて無理やり食べさせられてました。あら、ロングなの？ロングなんですか？山井さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。あ、今日下手くそ、めっちゃ可愛いのいいです。そう、トリートメントというかストッパーかけに行かなきゃなって言って行って1ヶ月ぐらい経ちます。そろそろ行きます。そろそろ髪の毛を揃えて切ってトリートメントをしていただきに行かなきゃいけない。千差万別か、そうかそうか、千差万別ですね。一光さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。下手くそです。今日はどんなさやかりも好きだよって、あらあらららら、嬉しい。本当ですか？じゃあベリーショートとかでもいいですか？ホテロング、あ、衝撃事実って言われてる。え、カツ丼って、だってさ、カツ丼いや好きですけど、好きだけど、いや好きなんですけど、なんだろう、なんでだろう、なんだろう、無理やり食べさせられてたから好きじゃなくなったのかもしれない。フィルマさん、いっぱいありがとうございます。チャーハン食べてるイメージって、チャーハンはチャーハンもね、ちょっと誤解なんですけどね。なおさんも、たい焼きが今一瞬出てこなかった。え、ほんとスキンヘッドでも好きなの？じゃあじゃあスキンヘッドにしてこよっかな。ツルツルでも大丈夫。本当に言いましたね、言ったな。じゃあちょっと次配信した時はもうスキンヘッドかもですね。マー君、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。また遅刻してしまったって、そんな、まだ15分だよ。来てくれてありがとう、ありがとう。さやかりん、夢に出てきて好きになったって、じゃあそれはあれだよ。やっぱり何でもないです、ありがとう。ありがとう。ちょっとじゃあまた夢に遊びに行きますね。今日めっちゃ七並べしてた。朝起きた瞬間から七並べして、レッスン行くまで七並べして、さっきレッスンから帰ってきてもずっと七並べして、ゴールデンベッドタイムも七並べして、なんか今日七並べにハマってます。私なんでだろう、今日ねハマってる、だんだんハマってきた。毎日してたらハマってきました。思わせぶりだなって、何を言いかけたのって。いや、なんかあの夢に出てきた、夢に出てくるってことは
じゃあ心の奥底で私のことが好きだったから出てきたんだよって言おうとしてあ、ちょっと自意識過剰かよって言われそうだなって思ってさっき辞めました。辞めましたね。ポップさんもありがとうございます。そう、私本当にスロースターターかもしれない。ボサボサ、本当に顔が、そう、顔が丸くなりすぎたから、シェーディングをしようと思ってこっちにメイク道具を持ってきてたんでした。ちょっとはずいって。自分に自信ある系女子好きですよって、私も好きです。なんかアニメのキャラとかで自分に自信ある系女子の女の子好き。あ、待って、シェービングじゃない。あ、待って、シェービングじゃない、出てこない、あれです、あれです、シェービングじゃなくて何だったっけ、あれですよ。あれ、せいちゃん、かずささん、ありがとうございます。にゃもしさんもめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。そうそうそう、シャドウのことかって、それです、それです。それです。噛んじゃった。鳥さんさんもありがとうございます。痩せなきゃ。なんかね、最近、あ、そう、メール届いたかな。あのメールは届きましたか。私のアルバム、写真のアルバムを送ったメールは、あ、届いてる。そう、私本当に最近写真が増えてて、アルバムが増えてて、今18,240枚あるんですよ。だから、そう、整理しなきゃいけないって思って、最近 STU に入ってからの写真をね、いっぱい見返してる、整理しようと思って見返してるんですよ。え、そう、なんか本当にね、いらない写真というか、多分モバメとかで使った写真とかかな、が多すぎて、もはやもうどれを私はメールで送ってないのかももう分かんなくて、もう本当に整理したいなって思ってる。そう、断捨離しなきゃいけない。じゃあちょっと過去の写真とかあったらまた送っていきますね、メールでいっぱい。アイドルの2万以上、アイドルは2万以上あるの当たり前なの？あれですか、2万以上、写真が2万以上になってからが本当のアイドルみたいな。そんなのあるのかな。え、でもなんかもう、あの時の写真見たいなとか思っても、多すぎてね、探せないんですよ。だから整理したい。
そう、思い入れがねたくさんです、本当に。ハーツさんありがとうございます。たい焼きランダムで指さして送る。しゅんちさんもギフトありがとうございます。ビルマさんもありがとう。モバメ増えて嬉しいって、そうモバメでも今日ちょっとあんまり送れなくて申し訳なかったです。ですです。でね、あ、そうそうそう、でね、去年の写真とか見てたら、去年なんか顔細いなって思って顔細いなって思って、だからちょっと痩せなきゃいけないんですよ。でも本当に懐かしい、なんか昔の動画とか、あ、寄り目になってるってスマホしてたからあら、お恥ずかしい姿をお見せしましたわ。ポンタさん、しんやさん、せいのさんありがとうございます。ありがとうございます。なんか今言いかけたけど忘れちゃった、なんだったっけSDW 再開って毎なんか月にいつもしてるよね、月に1回ぐらいしてるよね。 TM マンさんも、クローバーさん、たい焼きありがとう。そう、なんかねウェブ握手会の動画とかあったから見返したらなんか恥ずかしかった恥ずかしかった、なんかわーって感じだったね。すごい、なんか声どうした声どうしたって感じだった。昔の動画とか見たらなんか、でもなんであんな声なんですかって声作ってるからでしょって、なんか本当にびっくりした、私あんなんだったかなってそう、なんちょっと待って、動画あったんですよ。でもビデオも851本あるからちょっとね、なかなか出てこない。なんか、え、なんであの声がなんだって感じだった。どれだろう、昨日あったんですけどね。すごい、なんかね、何時間もあの握手会動画撮るのに時間かけて何回も撮り直してやってた気がします今のセリフ言ってみてって、なんて言ってたっけ
なんて言ってる？STU48 日記研究生の原田さやかです。来てくださってありがとうございますなんて言ってたっけ。兵庫県初めて来れてとっても嬉しいです瀬戸内七軒握手会今日で最後ですはい原田って言われてるいや同じ人ですよ。あれ同じ人ですよやる気があってねえ、でもなんか頑張ってましたねいやいや感ではない、やさぐれてないですね、握手会できたらいいね、再開されたらいいなって思いました。この前オンラインじゃなくて、なんだっけ、私物サイン会で直接お話できて、あ、そうなんですよね。10代はね、あの声だったんですけど、ちょっともう20歳になるからね原田さやかですぐらいの感じで行こうかな20歳か。なんか去年じゃないな、高校生18、いつかな、なんか制服、セーラー服みたいなやつ着てたんですよ、配信とかで。高校生最後とか言って、その時の写真とか見たらなんか若いなって思ったなんか若いです、若いというか幼い。知らず知らずのうちに人はね、変化していくんだなって思いました。写真減らしたい、せめて1万枚ぐらい減らしたい、1万枚ぐらいにしたいから、8000枚削除しなきゃ多分ね、送ってないオフショットとかいっぱいあるんですよ。だからちょっといろいろ送っていくかもしれない。1年ってなんか早いですね。長いようで早いようで長いりょうくんありがとう。たい焼きセーラー服配信の匂わせって、あれまさかまさか1週間で8000枚送るの、それもう迷惑メールじゃない、大丈夫8000枚か、そんな送れるのかな。みさん、ギフトありがとうございます。あと2週間で1年の半分が終わる。どうしよう、私まだ私まだ今年の抱負を何も成し遂げれてないから、ちょっとスロースターターとしてちょっと頑張りますね。あ、
写真はね、なんかね、一通に3枚までしかつけれないんですよ。でもなんか容量、なんていうのかな、なんかが大きい写真だったら3枚もつけれない。2枚とかしか。炭酸せんべいさん、ビルマさん、ありがとうございます。ツイッターに投稿しまくる今年の抱負覚えてますよ、もちろん。何だったっけ覚えてますよ。ポジカリン、ポジカリン、貪欲、信じるですね。忘れてないよ。覚えてた覚えてた。懐かしいね。20歳になるさやかりんに一言あるって、自分が自分に、今の自分が今の自分に一言20歳、何を言おうかな、何を言おうかな。こういうのは大体10年後やろって確かに。でも10年後ってね、もう何してるかも分かんないもんね。そう、ちょっと3日後の自分に一言言うなら、どうしよう、まあ大人としての社会人としてのね、責任を持ちつつ、素敵な素敵な女性になれるように邁進してくださいめっちゃ真面目、めっちゃ真面目に答えました。真面目かって真面目ですねケーキ買ってねって硬い硬いケーキ買うならタルトがいいです。タルト食べたいなって。じゃあ言っとこう何だろう、お酒いっぱい飲んでねっていう20歳から甘いもの禁止する、しちゃう、ちょっと、じゃあなんかしよっかな、なんかしよっかな、20歳からどうしよう。お菓子禁止、そしたらでもケーキが食べれない。その誕生日のケーキから、あ、腹筋プロジェクト。リンゴ禁止はね、何度もしたんですけど、なんかね、あれなんです、なんか心身ともに不調になっちゃうんですよリンゴ禁止したらね、禁断症状が私出るから、もうやめました。それは早寝早起き。漫画禁止、漫画禁止。最近私めちゃめちゃ漫画読んでる。ネガティブ禁止ネガティブ禁止はね、でも最近ちょっと頑張ってるんですよ。最近頑張ってるんですけどね前髪が変。
みが嫌です。禁止。そう、私さ、私テロップ禁止ってあ、そんなこんなわけで禁止。ともたんありがとうございます。くす玉じゃなくてなんだっけ、たい焼きありがとう。テロップどうしよう、テロップどうしようかな。お水を飲みます。自分の好きな髪型ランキング1位。今の髪型ほんとなんかほんとに久しぶりにした、なんかなんて言うんだろう、クルリンパみたいなやつ。嬉しい。じゃあまたしますね。2位ポニーテール、3ハーフアップ。なんだろう、好きな髪型。私なんだろう髪型じゃないんですけど、私の好きなのはボブの女の子が運動会とかの時に鉢巻きをこうカチューシャみたいにしてつけてる女の子の髪型っていうのかな、が好きなんですすごいなんかすごい、ちょっと時と場所が絞られる髪型なんですけど、可愛くないですか、伝わるかな。あ、皆さん分かってくださる、分かりみが深い、本当はよかったよかった。皆さん私と感性が一緒だあれめっちゃ可愛いよね。え、共感、皆さん共感してくださってありがとう。私それがしたくて一時期髪切ったんですよそれがしたくて、いつなんかボブにした時期ありました、あれに憧れて。イルマさんありがとう。シミサラやってそうって、あ、ちょっと今度やってもらおうかな。今結構ね髪が短い子結構多い気がするから、メンバー2期とか やりたいですね。鉢巻きをする企画なんかないかな。でも運動は苦手って、それはそうそれはそうです、それはそう。だからちょっと少しでも楽しみを見出そうと思ってあ、可愛いなって思って見てました、周りを。コミさん、ヒロトさん、めっちゃ可愛い人ありがとうございます。運動会企画でもあったよね。
あ、そう、24時間配信が決定されたみたいな、今日出てましたよね。本当にできるんだって思ってびっくりした。なんか結構24時間配信難しいみたいな聞いてたから、どうなるんだろうって思ってたんですけど。そうだね、月火かなでやるらしい。え、そう、私深夜枠かな。でも多分そうでしょうね、20歳もう超えてるから、その時。あら、あ、じゃああれだね、生活リズム今戻してもどうせ崩れちゃうからさ、いっそ昼夜逆転に持っていっていた方がいいのでは。今から準備してた方がいいのでは。何するんだろう、夜とかね、楽しそうだよね。おいって言われてる。ね。だってほら、そこで徹夜になっちゃうじゃないですか、その配信深夜枠だったら。それならいっそもう今のうちから早朝担当かも。あ、それだったらどうしよう、朝5時からですとか言われたらどうしよう。あ、意識高いわって、ありがとう。ありがとうございます。そうだね、ちょっとね、深夜の仕事があるのでね、それに向けて意識高めに今からちょっと生活リズムを変えていこうかしら。そこまでのモチベいらんってね、早朝だったらどうしよう。逆意識低いって言われてる。山井さん、ギフトありがとうございます。朝配信何するんだろうね、深夜って。深夜に滝行するの？滝行はね、どうなんだろう、滝行できるのかな。でも24時間って冷静に考えたら長いですよね。楽しみ、何するのか分かんないけど、24時間見てくださる方いるかしら。テロップどうしよう、テロップ考えてます今。え、分担って一人、どういう分け方なんだろう、何グループ。ちょっとまだ何にも分かんないんですけど、楽しみですね。テロップどうしようかな。ふうくん、尊いギフトありがとうございます。深夜しか勝たんって書いとく。
そう、私今日皆さんに何だろう、言いたいことというか、何だろう、話したいことがあったんですけど、なんでネガティブな子をおいでにするの。たこ焼きクラゲさんギフトありがとうございます。話したいことがね話したいことがあったんですけどね、なんかやめないでって、やめないけど、そう今ブーンってきたね。なんか怖いって、いや別に怖いことじゃない、怖いことじゃない、ドキドキしないで。いやあのさ、ツアーのあれが出たじゃないですか、初日の。そう、そんな何もあの発表とかじゃないです、発表とかじゃないです。そう、初日のメンバーが出て、そう、皆さんにちょっとがっかり、残念な気持ちにさせちゃったかなって思って。そう、なんかね自分、私仕方ないなってすごい思うんですけど、自分のせいだから、うん、なんだろう、なんか頑張らなきゃいけないなって思いました。泣かないよ、そんな泣かないよ。なんかね、なんだろう、なんて言うんだろう、仕方ないなって私は思ったんだけど、もう皆さんね、なんだろう、応援してくださってる方に、え、泣いてないです、泣いてないです。全然泣いてないですよ、泣きませんよ。申し訳ないなって本当に思って、なんてすごい、私が頑張らなきゃがっかりさせちゃうなって思ったので、本当に元気出そうよって、元気ですよ。それを謝らなきゃなって思って、ちょっと今日そのこと言いたいなって思ってたんですけど、なかなか言い出せなくて ちょっとなんだかんだ50分先延ばしにしてしまった、ごめんなさい。なんか頑張ります。スロースターターでもね、なんていうのかな、ツアーのレッスンとか始まって、なんか難しい、なんて言ったらいいの。なんて言ったらいいの、そんな、なんて言ったらいいんだろう。なんかね、アンダー
ていることがなんかしっくりくるところがあって、自分なんて言ったらいいんだろう、自分が本当にしっくりくる部分があったので、やっぱりそう思っちゃう、自分が思うのも思ってしまうのもいけないなって思ったし、ダメだ私こういうこれちょっとこういう話ちょっとダメかもしれない、こういう話がちょっと苦手かもしれないこういう話が得意な人とかいないと思うんですけど、なんかなんだろう、なんかいない方がしっくりきちゃったので、そう思わないように頑張りたいなって思います思います。そうです、そうです、ちょっとこういう話が苦手なのでちょっとごめんなさいあと40分あるからゆっくりでいいよって、40分この40分こんなこの空気に しろというのですかなんで、はい、まだどこに出して出れるかとか分かんないんですけど、頑張ろうと思います思います。なんかいろいろ言いたいことあったんですけど分かんなくなっちゃったいざとなったら何だったっけな、飛んじゃいました。頑張ります。そうですね、前向きに頑張ろうと思います。さんありがとうございますありがとうございます。私最終兵器なのではポジティブすぎポジティブすぎでしょ面白い。ふうくん、名古屋のひーくん、ありがとうございます早くバイク来いよって言われてる場の空気を変えるためですか。ロールキャベツさん、ホワイトギフトありがとうございます。あ、ダメだ、なんかダメなんですよこういう話こういう話ダメだ。はじめさんもありがとうございます。そうだね、ちょっとそろそろ1時間なのでちょっとテロップを書いて終わろうかしら。あら、マッツさん、ミラーボールありがとうございます。
うしよう、テロップ何かありますか。あと3日、あと3日にしとこう。あと3日ですよね、17、18、19、あと3日、あと、あと3日。配信がするならあと2日ということで なかなか言い出せなくて本当に焦った。いつ言ったらいいんだろう、どうしようって思ってなんかいろいろ言いたいことあったんですけど、ちょっと言葉が出てこなかったので、また気が向いたら気が向いたらメールでも送ります。ごめんなさい、あんまりちょっと伝えれなくてごめんなさい。でも頑張ります頑張りますので、これからも見ててくださると嬉しいです。ということでということで、ありがとうございました。本日も皆様、壇上を読ませていただこうと思います。13位、静岡の天パの竹さん、ありがとうございます。12位、ひろとさん、ありがとうございます。11位、 F 渋谷さん、ありがとうございます。10位、かずささん、ありがとうございます。9位、とりさんさん、ありがとうございます。8位、やまいさん、ありがとうございます。7位、いっこうさん、ありがとうございます。6位、にゃんかーさん、ありがとうございます。5位、せいのさん、ありがとうございます。4位、ビルマさん、ありがとうございます。3位、まつさん、ありがとうございます。2位、名もなきパン屋さん、ありがとうございます。そして1位、千畑さん、ありがとうございます。ありがとうございます。SST 配信終わった後にしようって言ってたんですけど、どうしよう、32分40秒から4分前じゃなくて4分ごとにしようと思いますので、七並べよろしくお願いします。あ、ラッキーフォーティなんかラッキーフォーティー忘れたり覚えて言ったりしてる。本日のラッキーフォーティーはドゥルルルカムカムさんです。ありがとうございますありがとう。ということで皆さん、本日も貴重なお時間をありがとうございましたありがとうございました。じゃあ32分40秒から4分ごとに七並べしてるので、よろしくお願いします。ありがとう。じゃあまたね、間に合うかなバイバイ、ありがとう、おやすみなさい。